はい、皆さんこんにちは、アボカドです。ついに来ましたアップデートということで、今回は999使ってプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。アップデート前からいろんな SMG 強化の情報が出てて、そのうちの一つの999です。もともとあんま使ってなかったんですけど、ちゃんと狙ったらめっちゃ溶けが早いです。あ、ちなみにアップデート前の強化される予定武器一覧は、よかったらこちらの動画を参照にしてください。まだ使ってないけど、アップデート前の情報やと MSMC とフェニックはまたなんか強化入るみたいなんで、めっちゃ楽しみですね。ただ今回はショットガンにあんま音沙汰がなさそうやから、それはちょっとあかんすわ。まあ強いて言うなら、スラッグ弾の威力の表示がめっちゃぶっ飛んでるぐらいですね。というわけでエアドロ取り行く前にサクサクと倒していきます。ここなんか知らんけど、ほぼ全員がベスト来てなかったんやけど、そんなになかったんですかね。ってことで、ここはなんかめっちゃラッキーなことにサクサクと倒していきました。この人アスバル使ってはったんですけど、溶けがすごいですね。まあ回線なんかなんか知らんけれども、多分3別じゃなかったら普通にやられてました。てなわけで999使っていきます。今回あんま検証も何もしないで即席で作ったカスタムやから、今後またガンスミス触っていきます。でレートが速いのもあるし、この弾薬のおかげでダメージ量が確実に上がってるんで、しっかり当てたら時計はやっぱめっちゃ速いです。なんで今回もモッドは拡張モッドを使ってからいきます。リロードのこととかも考えて、エコーを使ってる方が多いイメージなんですけど、久しぶりにストライカー使ってる方と出くわしたんで、めっちゃここ焦りました。その証拠に、なんで後ずさりしながら BY 使ってんねんって、編集中これかなり思いますわ。さあ気を取り直して999使っていきます。距離的なことと、多分体力100の2別やから一瞬で解けました。ヘリ突しよう思ったら FHG もらっちゃったから、もうヘリ諦めて爆発に巻き込んじゃってから倒します。ちょうどやり合ってるんで、ここを魚振りに行きます。この時 AR 持ってないのもあったんですけど、やり合ってんのに必死やから多分投げ物気づかないんちゃうかなと思って、しっかりクラスター使っていきました。あとはもうなんか最後の一人しかいなさそうやったんで、ここはもう強引に行っちゃいました。
いやーやられちゃいました。相手の方がうまいのもあったんですけど、なんかめっちゃようわからん感じに終わってしまいました。まあ今回どんな感じなんかなって999を使わせていただいたんですけど、ほんましっかり当てたら敵の時はかなり早いと思います。まあ今日アップデート入ったばっかりやから、今後またいろいろと皆様にご紹介させていただけたらいいなと思います。それでは今回の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターフォローよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。